想像してたよりずっと当たり障りない道を踏み外すことなどはできなかった。青春の残像いつまで引きずってくの。いいことばかりじゃないが、やなことばかりでもないでしょ。波乱万丈の踊った打撃もいいけど、淡々と命を刻んでくストーリー。そんな持ち帰ろの僕は好きだな。僕らの人生はノンフィクション、ドラマ尖ったシナリオだけが価値あるわけなんてないでしょ。感動的な終わりじゃなくていいんだ、平凡なシナリオ。なんかにも興味があるの。多数派に染まれば楽になるとか、そんなこと考えちゃいないけど。散乱した情報拒絶する人もいるけど、鵜呑みにするってわけではないし、その方が僕は刺激的だな。長い人生を生きてくために必要なもんなんてそんなに多い。